どうも、ハシキザメサメ社会学者リッキーです。今回は久しぶりの標本作成動画です。サメの頭をですね、標本にしていくっていう動画なので、今後サメの頭の標本作りたいという方とかね、あとはサメの骨格構造とか気になるという方はぜひご覧いただければと思います。それでは行きましょう。どうぞ。はい、それではですね、今回このサメの標本を作っていきます。で、こちらのサメがですね、ホシザメというサメです。名前の由来としては今ちょっとここに映ってると思うんですけれども、この白い斑点模様が星のように見えるということから星ザメという名前がつきました。で、このサメ自体はですね、ドチザメとかに近い仲間で結構水族館とかでもよく見ます。あとは食用としても販売されることが割とあるサメで、結構美味しいです。僕も何度か食べたんですけども、結構美味しかったですね。で、このサメですね、解剖というか標本にするのちょっとやりやすいなって思ってるところがあります。というのがこちらなんですね。この歯です。これ見てわかる通り尖ってないんですね。あの石が並んだような独特な歯をしています。ホシザメはあの貝とかですね、あとはカニとかエビとかをまあ砕いて食べたりします。小魚とかも食べるんですけど、まあ、そういう硬いものをですね、噛んで食べるという食性からこういうふうにあまりあの鋭くない歯をしています。なのでまあこの子をまあ標本にするときは自分の指をね、自分でカッターで除肉したりしない限りは基本的にはあんまり危なくないのかなと思っています。まあ、ちょっとね、あの僕の指全然関係ない理由で絆創膏してるんですけども、まあここはね、自分の手を切らないようにすれば問題ないと思います。で、一応標本にする前に見ておくと、ここにあのロレンチニビンというあの電気を感じる器官の穴がたくさん並んでいるのが見えるかなと思います。で、今回なんですけど、まあ、いつものようにこの子をね、頭骨または顎骨の標本にしていくんですけれども、まあ、一応ですね、久しぶりの標本作成動画なので、まあ、簡単に解説をします。まず、やるときにですね、こういうふうにペットシーツを、僕は敷きます。まあ、いろんなやり方があると思うので、これが正解ってわけではないんですけども、標本を作っているとですね、中から、まあ、ドリップというか、こう、血とかね、いろんな、液体が出てきたりしてですね、なかなかちょっと、匂いが素敵なことになるときがあるんですね。なので、僕ちょっとキッチンとかね、普通の食生活というかね、生活で使っている場所で標本を作るので、まあ、こういうふうになるべく匂いとかね、ゴミが残らないように、こんなペットシーツを敷いています。やはり吸水性に優れていて結構使い勝手がいいですね。で、あとは標本作成に使うのはこのカッターです。まあ、包丁使ったりとかね、メス使ったりとかって人によっていろんなやり方あるかもしれないんですけれども、まあ、結構サメのこの標本やってる時に歯がボロボロになるので、まあ、簡単に歯を交換してどんどんやりやすいっていう意味で、まあ、このカッターを僕は使っています。まあ、自分の手だけね、切らないように本当注意してください。で、まずどこから手をつけるかっていうと、これは前も、だいぶ前の動画で話したんですけども、僕は顎下からこうやって切っていきます。ここ、実際触るとわかるんですけれども、あの骨が入ってるのがわかるんですね。なんで、ここの骨を切らないようにこうやって沿っていって、まあ、大きなこの肉の塊を落として、まあ、そこからですね、徐々にあの肉と皮を取っていって標本にしていきます。で、鰓骨、この、エラの骨を残すっていうやり方もあって、油つのザメで一回試したんですけれども、あれ結構乾燥に時間かかったりとか、割とめんどくさいので、先に今回エラは多分落としちゃいます。で、あと注意点としては、エラから結構腐りやすいので、もしどっかで頭骨やるってなって、でも時間ないかつ冷凍させられないとかだったら先にエラだけ落としちゃうとか、ここのお肉だけ先に落としちゃうってすると早めに冷凍した方がいいと思うんですけれども、まあ、保存状態は多少よく保てるかなと思います。まあ、ではですね、早速この子、ちょっと早送りなんですけども標本作成していきます。はい、じゃあですね、ちょっと途中経過なんですけれども、こっちのお肉とエラざっくり取っちゃいました。半面だけちょっと骨が見えてるような状態にしてます。ここの皮を全部、取ってます。で、ちょっとですね、早送りだと分かりづらかったかもしれないんですけども、ここまでの皮は肉ごとごっそりいって、この脊椎見えるような感じにしちゃっていいんですけども、ここら辺が皮と頭蓋骨が思いっきりくっついているので、結構その骨と皮の間にカッターの刃を
入れて剥がしていくっていうような作業になってきます。でこうやって剥がしていくとこの骨格が見えてくるんですね。でサメによって形は違うんですけれども、この糞先、ホシザメの場合こんな風になっています。2本ここに骨があって、ここはロレンチーニ瓶というさっき言った電気を感じる器官のゼリーとかなんか諸々が入った状態になっています。でここが非常に折れやすいので、まあ、頭骨を作るっていう方はここを間違って切ったりしないように。で、あとはサメによってはもう届いた時点でここがもう潰れちゃってるっていう場合もあると思うんで、まあ、そういう時はねもう諦めて顎骨にするなりちょっと判断をお任せしますが、とにかくここね脆いので注意をしてください。あと注目すべき点としては、あ、心臓がさっき出てきました。ここら辺に入っていましたね。これがホシザメの心臓です。ホシザメの心臓はどうなんですか、食べれるんですかね。まあ、この子はもう鮮度的にアウトなの分かってるので食べないんですけども、ネズミザメとかはね心臓が非常に美味しいということで、モーカの星なんて呼ばれて、まあ、居酒屋さんとかでね一部で出たりします。まあ、あとはですね、まあ、これをネックレスにしてあいみょんさんの歌を聴きながら、まあ、過ごすっていうのももしかしたらありかもしれません。僕はやらないですけど。はい、ではですね、いよいよこの子を肉を落とした頭蓋骨に仕上げていきます。それではですね、ここまで仕上がりました。ちょっとですね、ここの鼻の部分みたいなところ切っちゃったんですけども、まあまあまあそんなに大失敗をせずに追い込めたのかなと思います。でちょっとまだここにロレンチーニ瓶のゼリーとか残ってるんで、ここを出して、あとは中の脳みそとかも、まあ、吸い出すなりかき出すなりして細かい調理を終えたら完成というふうになります。でですね、目玉は取っちゃいました。今回残すっていう方法もあったんですけども、以前腐らせて失敗したことがあったっていうのと、やっぱり目玉残すんだったらヨシキリザメとか、あとはネズミザメの仲間とか目が大きい子たちをやっぱり残した方が入ると思うので、今回は取っちゃいました。であとは今ここに見えたのが鼻の穴ですね。ここの皮剥くときとかね、まあ、まさに僕今失敗しちゃってるんですけど、ちょっと失敗して鼻傷つけやすいので注意してください。であと今回舌は残しました。舌骨は残しました。で、舌骨残すときはですね、ここ切っちゃうと残せないので、エラ切り落とすときに間違ってこの舌につながっているところも一緒に切らないように注意をしてください。ではですね、あとはちょっと地道な作業になっていくので、まあパパッと終わらせて、あとは乾燥させて標本にしていきたいと思います。あと1個ごめんなさい、紹介するの忘れてた、ホシザメとかドチザメのところ、この頭骨やるときに気になるのがここなんですよね。ここになんか謎の細い骨が入ってるんですよ。これなんかこれがですね、口の両脇についているんですよね。なんかこんな風に、まあ、ちょっとこれがですね、何を目的についているものなのかちょっと謎なんですけれども、こいつをね、仮に残すってなった場合、ここら辺の肉を一緒に残さないとこれ取れちゃうやつだと思うので、今回は多分取っちゃうかな。これ残し方知ってたりとか何か役割をね詳しく知ってるって方がいたら、ちょっとコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。では最後の仕上げをして乾燥させていきます。はい、それではですね、ホシザメの頭骨標本乾燥が終わりましたのでお披露目したいと思います。こんな感じに出来上がりました。割といい感じに今回はできたのかなと思います。一番最初、1年前か2年前ぐらいに作った星ザメはですね、もっと汚くなっちゃったんですけども、今回はしっかりと、まあ、作れたのかなと思います。糞先もですね、折れることもなく、しっかり、乾燥でグニャってなることもなく、まっすぐ、乾燥させることができました。ただやはり鼻の部分片方やっぱりちょっと削れてしまったので、ちょっとぐちゃって歪んでしまっているっていうところと、あと舌骨がですね、乾燥させるときに少し、歪んじゃったっていうのが、まあ、ちょっとマイナスポイントかなと思います。
あとは、口を開けた状態で乾燥させるために僕割り箸とかを挟むんですけども、その割り箸が当たっていたところをですね、多分引き抜いた時かな、ここの歯の列がですね、若干欠けちゃったんですよね。なので、まあ乾燥が終わった後もですね、やっぱり気を抜くとこういうことが起きてしまうので、皆さん頭骨標本とか作るときは、ぜひ気をつけてください。まあそれ以外のところはね、割りかし、しっかり骨格とか、糞先のこの部分とかですね、歯とかもそんなに欠けることなく、作ることができたので、まあまあいい感じかなと思います。まあこれもね、もしかしたらリアルイベント、展示会とか何かトークイベントの時とかに持ってきてお見せすることが、あるかと思いますので、そういう時はぜひ触ってみたりしてじっくり観察してください。今回の動画以上になります。今後もサメの標本とかですね、サメの生態とかを紹介する動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならか。バイバーイ。